対談、ラップのこだわり、筋トレ事情、キシ、ユータツバキ。この対談は、キシ君とツバキ君の素晴らしいキャラクターをより深く理解し、彼らのファンとしての絆を強めるものとなりました。キシ君とツバキ君の対談、まさにファンにとっての至福の時。一見すると、キシ君の緊張やぎこちなさ、そしてツバキ君の礼儀正しさや真面目さが印象的だ。しかし、その背後には彼らの本質が隠れている。 キシ君は内向的でつかみどころがなく、沈黙が生まれやすいが、その一方でツバキ君は実はじくひらよりも芸歴が長いという面白い事実がある。ラップの世界では、才能や技術だけでなく、アーティストたちの個性や日常生活の一端もファンにとって興味深いものです。今回は、キシユタさんとツバキさんの対談から、彼らの日常やこだわりについて見ていきましょう。キシ君。 緊張し、まくりで、にこちない姿が可愛らしいですよね。トレダカを作りましょうかと提案された際には、そんなん自分でやってよ、と突き放す岸くんの姿勢には、彼の個性が滲み出ています。一方で、タクシー乗るのにも一苦労なアーティストなのに、実際はタクシーをよく利用するなど、意外な一面も見え隠れします。これは、彼の日常生活におけるリラックスした姿をうかがわせますね。岸くんの緊張と内向性は、 彼の魅力の一端である。彼は自己紹介ギャグを用意してきたが、それが受け入れられずに一刀両断される場面がある。しかし、それでも彼は真面目に質問に答え、後輩に対して敬語を使い、とても優しい。彼の心の奥底には、周囲への配慮と優しさがある。一方の椿君は、礼儀正しさと真面目さが彼の特徴だ。彼は騎士くんの緊張を理解し、笑いを振ってもあっさり通り過ぎてしまうが、 その姿は不憫で可愛らしい。そして彼の努力家精神は心の綺麗さとストイックさを示しており多くの人々を感動させる。岸くんと椿くんの対談からはお互いの心遣いや優しさが伝わってくる。彼らは自分のことよりも相手の話を聞きたがり笑顔や真剣な表情で相手の話に耳を傾ける姿勢が素晴らしい。そして キシ君のラップに対するこだわりや、椿くん君の筋トレ事情が明かされる中、彼らの普段の姿や興味深い一面が浮かび上がってくる。キシ君はプラネタリウムを眺めながら落ち着いている姿が素敵であり、椿くん君の声や話し方には惹かれるものがある。最後まで二人の魅力が存分に発揮される対談。彼らの人柄や個性がじっくりと伝わってくる。キシ君と椿くん君の対談からは、彼らの心の温かさや優しさがこぼれ出ており、 ファンにとっては思考の時間となることだろう。岸くんと椿くん、彼らのこれからの活躍にますます期待が高まるばかりだ。彼らの成長や活動を見守りながら、彼らの魅力にどんどん引き込まれていくことだろう。対談を通じて、岸くんと椿くんの魅力に触れることができ、ファンとしては大満足の一時だった。彼らのこれからの活動にも期待が高まるばかりだ。 あなたが岸くんと椿くんのファンなら、彼らの対談でどんな話題に興味を持ちましたか彼らの魅力や個性についてどんな印象を受けましたか彼らの今後の活動に対する期待はどのようなものですか最後に、岸くんと椿さんのこれからの活動に期待しながら、彼らの交流から学ぶことは多いですね。彼らのような才能と人間性を持つアーティストが、今後もさらなる成功を収めることを願っています。 岸く君と椿さんの対談から彼らの日常やこだわりについて見てきましたが、皆さんは彼らのどんなエピソードに共感しましたか彼らの交流から何を学びましたか今後の彼らの活動に期待することはありますかぜひ、あなたの感想や意見をお聞かせください。